台湾中国軍機延べ25機が台湾の防空識別圏に侵入、昨年9月以来最多。侵入は10日連続。台湾国防部国防省は12日、中国軍機延べ25機が台湾の防空識別圏に侵入したことを確認したと発表した。国防部が防空識別圏に入った中国軍機の動向を公表し始めた昨年9月以降、最多となる。侵入は今月3日から10日連続。グリーンケン米国務長官が11日、放映のテレビ局のインタビューで、中国が台湾海峡の緊張を高めていることを本当に懸念していると語るなど、米国が台湾支援の姿勢を鮮明にしていることに対する中国側の牽制とみられる。米軍は台湾周辺で軍事活動を活発化させており、ロイター通信によると、米国とフィリピンは12日から2週間の合同軍事演習を始めた。中国空軍が3月26日に台湾周辺に20機もの軍用機を送り込み、29日には台湾南西部の防空識別圏 ADIZ に10機を侵入させている。今回の侵犯に関わったのは、戦闘機18機、核兵器を搭載可能な爆撃機4機、対戦機に機装機警戒機1機の延べ25機。与那国島への侵攻も考えるので、日本も警戒を強めないといけませんね。25機はうざい。スクランブルする側も日記とかじゃ済まないから疲弊していくわ。中国製飛行機を25機も飛ばしたら3機くらい行方不明になってそう。これが150機になったら真珠湾と同じになる。なんで中華ってこんなにバカなんだろうな。中国は世界中の先進国を相手に戦争を仕掛けて本気で勝てると思っているのだろうか。アヘン戦争の二の舞となって、今度こそ国を完全に分割されて植民地になるんじゃなかろうか。日本の技術が台湾経由で中国に渡っているから。台湾を中国にすれば問題解決。延べ25機。いつからいつまでを明確に出さないとダメだろう。北京オリンピック終わるまではおとなしいだろうな。それまでにコロナに打ち勝って対戦準備できなかったら中国の勝ち。宇宙空母日本そろそろ大気圏内に降下させるか。中共も離島機の藻が開けてないのにようやるわ。中国のハリボテハイテク機よりもアナログ兵器の方が脅威だろうな。今年か来年には戦争になるからな。完全に実戦想定の訓練だろこれ。戦闘になったら台湾に欧米連合がつくし、結果台湾が中国を治めるようになる。これで民主化だ。戦闘機はフェイク、漁船団が本命。たまにはこちらから出向いてあげてはどうか。大学生の操縦するセスナで天安門広場へ強行着陸。悪意満々だから撃ち落としてもいいよ。防空識別圏くらいでいちいち騒ぐな。領海に堂々と侵入されても騒がない国もあるのに。毎日飛ばしてるの草？飛行機もエンジンも劣化するやんけ。25機なら実践的データも取れるだろう。当然、台湾の基地周辺には中国のスパイがいて、いつ何がどれを搭載して発信したか報告してるだろうから。本命は私掠船による海洋資源略奪。こうやって徐々に慣れさせていって。ある日、一気に一線を突破してなだれ込んでくるのよ。そろそろ息くらい落としても良いのでは？近くで日米隠語英仏読の合同演習でもやってれば、すぐに駆けつけられるし。中国が戦争で勝った試しがない。納豆に入れてあげれば。武装した爆撃機なら、領空入る前に撃墜しても構わんよ。敵の移動式中距離ミサイル先制攻撃しても、自衛の範囲内なのと同じ。那覇航空祭の時も、エグクトンで言ったな。日本国民に自衛隊のアピールするためやったんかな？
搭載とはテレビで放送されない防衛や政治などの情報を日々お届けしています。あなたにも真実を欠かさずお届けしたいので、チャンネル登録をして防衛や誠実になってください。ご視聴ありがとうございました。